この一つ一つをね、みこちゃんの目標は、この自分のこの謎フリー目標はコンプ。コンプを目指すためには、なんだろうな、まあ、いろんなね、企画を考えなきゃいけないでございますでしょと。まずはね、まあ、浴衣を披露はさ、まあ、余裕ですぐできるわけじゃん、余裕。脱げばええんやから。苦手克服。これからまず考えていきますか。まあ、これは、いろんな案があったよね、これ。都道府県暗記。まあ、それは、そう。五目並べだね。あ、それもね、結構来てた。五目並べ。あ、三人に三本勝負すればね。あ、天才や。これで、負けた場合。都道府県暗記。全問正解で達成とする。ずんる、はい、違い、ずるくないです。みこちゃんがルールだから、みこちゃんが決めたルールの中だからいいんです。みんなでバーベキュー。みんなでバーベキュー、これさ。ちょっと、もう、引きこもりの配信者には非常にあれですよっていう感じなんですけど。あ、BBQでオフコラボして、さらにそこでみんながそれぞれ食べたことないものを用意すれば、一気に3つもスタンプ達成できますが、花火できるじゃん。したいけどさー、してみたい。ま、映画鑑賞は、これはもうみこちゃんいつも同時視聴やってるからよし。はい、1位を取る。無難にめちゃくちゃ多かったのは、マリオカートだけど、まあ、無難すぎるよな。あ、あとなんか、桃鈴家で1位取ろうってやつもあったね。ちなみに、みこ、桃鈴家でまだ1位取ったことないんで、ワースト1位でもいいんじゃないの？ま、辛すぎだろ、ワースト1位取りました、運営さん、みこ、取りましたよ。涙が出るだろ、そんなの。まあ、でも最悪ね。最悪そこねえか？天体じゃんじゃないんだよ。オンリーアップ、ホロベン1位狙う。いや、むずすぎだろ。アクタンの壁超えれねえよ。もうなんか今さ、投稿のやつ見てたんだけどさ。見ろ？このミコの1位を取るに対してのみんなの反応見てくれよ、これ。パス。無理。無理。ひどいよね、これ。まあまあ、イベント、フェスは、まあもう、ホロライブのね、ライブ出ますから、まあこれはあり。7日間連続配信も、まあ頑張るしかない。頑張るしかない。虫と魚を捕まえる。え、これどうすればいい？ねえ、夏休みにさ、ねえ、ゆる企画でさ、動物の森、ホロメンと魚と虫大会やろうよ。ガチの昆虫採集が見たいです。やだやだ、本当に無理だって、ミコ。マジで、無理だって。もうね、無理無理無理だ、ミコね、もう。天体観測。天体観測？天体観測？考えたっけ、ミコたち。天体観測、まあ、でも星見れば OK。もう最悪スイちゃん見とけば OK。まあ、これだね、鬼門です。今年みんなでバーベキューできるかで、これと、これと、あと、まあ、かき氷もワンチャンそこで食べればええ。ワンチャンここで食べればええから、かき氷もここで埋まる。川とかでも遊べるここで埋まる。冒険もここで埋まる。お出かけも埋まる。まあ、バーベキューにかかったの、バーベキューに。ちょっと募集してみるか。ねえ！いっぱい来た！いっぱい来た！はい、二人確定しました。はい、二人確定したんで、はい、開催決定。